大熊明です、44歳になります。人が亡くなってしまったり孤独死または自殺とかそういった物件が事故物件というんですけれども、それを専門に扱う仕事をさせていただいています。これが僕のストーリーです。こんにちは。あ、こんにちは。すいません、はじめまして。アキラさん、はい、そうです。よろしくお願いします。じゃあ、海外の視聴者の方々のために、はい、事故物件って何なのかっていうのをちょっと簡単に説明していただけますか。ご自宅だったりですね、まあ借りてるアパートでもそうなんですけれども、一人で亡くなってしまったりするケースだったり、まあ首を吊ってしまったりとか、薬を飲んで死んでしまう、殺人だったり心中だったりとかですね、そういったことが起きてしまった不動産のことを事故物件と言います。で、一人で住んでらっしゃるんで、発見までこう少し時間がかかる。まあ、何がきっかけでこの業界で働き始めたのかがすごい気になっていて、はい、まあ僕も結構昔からそういった事故物件っていうお話はいただいてて、そこでまあある時に、まあこれだけ数があるんであればもう特化してそういった人たちに周知をしてですね、困った方々にまあ、アピールできるような形を取らせていただいた、うん、日本って他の国に比べて事故物件多めな国だなって思いますか。海外もですね、ちょっと私リサーチはしてないんですけれども、やはり海外でもそういったことは間違いなくあるとは思いますね。ただ日本の方がやはりその人が亡くなったことに関してこう強く抵抗を持つ方が多いかなとは思いますね。それでもなんでなんですかね。まあ幽霊をこう強く信じてたりとかですね、そういった形が多いから、まあそういった強い観念が出てしまうのかなと。ただまあね、僕も聞いた話ですけれども、とあるね海外の国ですと本当に幽霊が出るとかゴーストが出るっていう家は逆に高く取引されるっていう話も。なんでですかね。もうあちらの方はやっぱりそういった霊とかをこうそんなに怖がってないというか。そのなんか日本にはじゃあ事故物件って何件ぐらい存在するんですかね。まあ年々増えていってると思いますので、何百万件っていう、はい、物件は間違いなくあると思います。まあうちはもうそういった物件を必ず、まあ買う人にこういった事件事故がありましたよっていうことをお伝えして。でもそれ聞いた時って買う人の反応ってどうなんですか。まあ気にする人と気にしない人が、通常の値段よりもディスカウントも安くなってるんで。それでもなんか普通の家じゃなくて事故物件じゃないですか。事故物件ですね、はい、絶対売るの難しいですよね。まあ普通の物件よりも流通性は少し下がるとは思うんですけど、まああとはうちの方でどういったリフォームをしてとか他とは違う形で、あとはお値段が安かったりもするので。どのくらいの割引率なんですか、ちなみに。場所場所によってやはり違うんですけど、都心のまあ有名どころですね、結構そういったところはあまり値下げ率が少ないですね。流通が少ないところでそういった事故が起きた物件になると、もう変な話なんですけども半額以下とか。おお、はい。今までなんかどんな感じの物件を見てきて、はい、なんかその中で一番これショッキングだったなっていうのは。やっぱり最初にやっぱり遺体がもう運ばれ終わったすぐの物件で、皮膚が溶けて髪の毛がそのまま抜け落ちてる。でもう人間ってやはりこう溶けていってしまうんで、そういった体から出る刺激がもう水たまりのようになってて、そこにもう蛆がこう湧いて泳いでるというか。まあ大体僕の場合はね、警察がもうご遺体持って行ってっていうケースなんで、その跡とかが多いんです。
なんかすごい衝撃的な話はありすぎて、まだ実感が湧かないというか、ちょっとどこかその物件にお連れいただくことってできますか？はい、ああ、そうですね、はい、いいですか？大丈夫ですよ。 ありがとうございます。はい、いえいえ、こちらになりますね。お邪魔します。じゃあできてますね。よいしょ。すごい、あの、匂いですね。そうですね、亡くなってしまった匂いとペットを飼ってた匂いで、いや、これ思ってた以上に結構中入るとすごい、もっとこちらが洋室ですね。この物件の、あの、ではどんなことが起きたというか、このオーナーさんは どうなってしまったんですか？こちらの物件ではですね、所有者の方が、あの、お一人暮らしだったんですけれども、あの、ご自分で首を吊って亡くなってしまった形なんですよね。なるほど、はい、どこでんですか？釣った場所はこちらで亡くなってたんですけど、どういうことですか、釣れるやつがないんですよね。はい、最近よく多いのがですね、あの、こういったドアノブを使って、あの、首を吊ってしまうケースが多いんですよね。こんな距離でできるものなんですね。ええー、ここにこう、もう、あの、座る形でもうかけてですね、もう腰がつかない状況でされる方。はいただくんですけれども、その後にご事情をやっぱり聞かなきゃいけないんですよ。どういった事故内容というか、疎遠で変な話ちょっと孤独死してしまったんですよぐらいであればまだあれなんですけれども、昨日まで元気だったのにそれで亡くなってしまってみたいな、はい、もうね、大好きな奥さんがいきなり帰ってきたらね、ここで首をつって亡くなってたんですよとかっていう話を聞くのがいつも心苦しいというか、お友達とかがね、こう亡くなって、で、そのね、あの、仲のいいお姉さんとかになんで亡くなったんですかとか、どうしてとかって聞けないですよね。まあ、聞くのが仕事ですもんね。そうですね。いやー、でどれぐらい経ってたんですかとか、うわー、で、どんな状態でしたか、発見された時とかも聞かなきゃいけないんですか？まあ、そうですね、状況によっては聞くんで、そういったところでやっぱりね、こう辛さが伝わってくるというか、まあ、ご自分の今のご職業についてとかを周りの人に言ったらどんな反応が多いですか？はい、やはりなんかこう怖いみたいなイメージというかですね、まあ、職業、その業態ですよね、それが本当に大丈夫、なんか帰ったら、あ、肩が重くなってるとかないですか？多分仕事しすぎて重くなっちゃったっていうのはあるんですけど呪われるっていう形とかっていうのが、まあ、苦手というか、やっぱりそのご親族の方に会うと、そっか、僕そういうのも一切もう言えなくなっちゃうというか、まあ、実際はね、幽霊って存在するのかもしれないんですけど、
だからよくねテレビとかでねあのこうなんていうんですかねこうおちゃらけるというかそういった形になると僕はちょっとこう辛い気持ちに。